線までお下がりください。ご注意ください。いたしました。水戸行き、まもなく発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。車内保安のため、途中の草野まで各車両、中央のドアのみが開きます。開くドアにご注意ください。
も常磐線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は水戸行きです。これから先木戸、広野、末杉、下野浜、四倉、草野、岩木の順に終点の水戸まで参ります。この列車は4両編成です。お手洗いは一番前寄りの車両にございます。お客様にお願いいたします。優先席については、本座通信には携帯の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーボードに設定の上、通話はお控えください。この列車は途中の草野まで車内ホームのため、各車両中央のドアのみが開きます。途中草野までお降りのお客様は、各車両中央のドアをご利用ください。次は人です。
Thank you.
6番線から15時42分です。いわきでは7分ほど停車します。いわきは15時42分です。車までしばらくお待ちください。42分の発車です。発車まで6分ほど待ちます。この列車は常磐線上り行きです。停車駅は内郷、湯本、泉、上田、勿来、大津郷、磯原、南中郷、高萩です。この列車は上り水戸行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ホーム側の閉まっているドアは一旦開きますのでご注意ください。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は高萩、日田市、水戸方面、常磐線上り水戸行きです。停車駅は内郷、湯本、泉、上田、勿来、大津郷、磯原、南中郷、高萩です。本駅の到着時刻をご案内いたします。途中大津郷は16時12分、
Thank you.
Thank you.
緑4期を務めまして、卒業編成で終点の便に立てまいります。連結作業のため4分ほど止まります。17時12分の発車です。
車ありがとうございました。まもなく水戸終点水戸です。3番線に到着します。お出口は左側です。お乗り換えのご案内をいたします。常磐線上り特急日立22号品川行きは7番線から17時27分です。その次の友部石岡土浦方面上り上野行きは5番線から17時34分です。水戸線笠間下館小山方面へおいでのお客様は5番線の上野行きで参りまして友部でお乗り換えください。水郡線上菅谷日立大宮日立大子方面日立大子行きは2番線から17時37分です。日立太田方面へおいでのお客様は2番線の日立大子行きで参りまして上菅谷でお乗り換えください。大洗鹿島線大洗新鉾田方面新鉾田行きは8番線から17時30分鹿島神宮行きは同じく8番線から17時56分です。車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点水戸です。3番線に到着します。お出口は左側です。